パウル・フリードリヒ・ビルヘルム・ハインリヒ2・メクレンブルクは、メクレンブルク・シュベリーン大公国の公子、騎兵隊将軍。メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世と、その最初の妻で、ロイス・ケストリッツ公師、ハインリヒ63世の娘であるアウグステ・ロイス2、ケストリッツの間の次男として生まれた。1881年5月5日、10枚にあたるオーストリア貴族のマリー2、 ビンデッシュ・グレーツ公爵夫人と結婚した。夫妻の間に生まれた5人の子供たちは、母マリーと同様に、カトリック信徒として育てられた。このため、パウル・フリードリヒは1884年4月21日に、自分と息子たちのメクレンブルク・シュベリーン対抗位、継承権を放棄している。さらに1887年、パウル・フリードリヒはルター派の信仰を捨てて、カトリックに改修した。 パウル・フリードリヒとその妻子は、ベネツィアで静かな暮らしを送り、ジュゼッペ・サルト・スー・キキと親しい友人になった。1906年、老いの大公・フリードリヒ・フランツ4世は、パウル・フリードリヒ夫妻の浪費に起こり、夫妻の火星の管理を、大公家の宮廷に委ねさせている。1923年、ルート・ビヒスルストで死去した。ありがとうございます。